21日は二十四節気の一つで、一年で最も寒い頃とされる大寒。北海道旭川市では郊外の江丹別で氷点下 28.4 度を記録し、中心部でも平年より7度も低い氷点下20度まで冷え込みました。旭川市内を流れる石狩川は、寒さで水蒸気が立ち上る川霧が立ち込め、幻想的な雰囲気に包まれました。また河川敷では、陸上自衛隊の隊員およそ150人が2月に開かれる旭川雪まつりの雪像作りに精を出しました。